陸上自衛隊の88式地、対艦誘導弾地対艦ミサイルは、地上の固定基地、または移動型の車両より発射される方式の対艦ミサイル。地上から敵艦艇を攻撃するミサイル。沿岸防衛を主任務とし、上陸作戦や地上攻撃、あるいは海峡突破を意図して地上に近づく、敵艦艇を攻撃する。つまり、 従来の沿岸砲を受け継ぐ兵器であると言える。沿岸砲は艦隊と違って動けないことが欠点であったが、地対艦ミサイルは車両に搭載して移動することができる。レーダーや通信といった支援車両を同伴して移動することで生存性と柔軟性を獲得している。また、誘導弾ゆえに88式地対艦誘導弾のようにプログラムによって複雑な軌道で飛翔し、 発射所元を引得できるものもある。技術的には、大型の艦隊艦ミサイルや空隊艦ミサイルと、大差なく、ファミリー化されているものが多い。中国人民解放軍においては、地上発射型対艦弾道ミサイルとして D、DF-21D の開発も行われている。アメリカ合衆国イギリスス、スウェーデン、フランス、日本中華、民国ソビエト連邦、ロシア、中国、イラン、インド。 ありがとうございます。